すごく軽いです。かなり改善して目が楽というか視界が開けるような。こんにちは。こんにちは。今から施術をしていきたいんですけども、はい、今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか。はい、今日の症状は、頭からちょっと首に肩にかけてすごく重くて、2、3週間前にちょっと寝違えるようなのがあって、ずっと治ってないって感じです。2、3週間前寝違えたけどまだ痛みが取り切れてない。そうですね、はい。なるほど。他にも症状とかはありますか。そうですね、慢性的に、首肩から、つながって腰の方までちょっと疲れがいつも残ってるっていう感じです。でしたら今痛みがあるところは置いといてなんですが、はい、首肩と、腰周りだったらどっちの方が気になりますか。首肩の方が重いです。あ、そうですよね、はい、寝違いましたしね。ありがとうございます。かしこまりました。ちなみに左右どっち。このこちら側、右側、私の右方ですか。はいはいはい、はい、が重くて痛みが寝違えたところが右側。右側です。はい、それが取れてない。取れてない感じですね。はい、腰は。腰は左の方が。腰は左の方ですか。はい、かしこまりました。じゃあまず動きの確認をしたいんですが、まず首からできる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか。はい、逆回してみてもらって、この時に痛みが出るとかそういうのはいかがですか。はい、こう回した時にこの辺で痛みがちょっと出ました。OK です、OK です。じゃあ今度横向きになっていただいて、はい、ゆっくりでいいので下向き上向きってやってみてもらっていいですか。この時は今痛みが出るとかそういうのはいかがでしょうか。 ありまして、ここに後ろにした時に、ここの筋が引っ張るような痛みがあります。かしこまりました。ではですね、今度肩幅足開いていただいて、はい、できる範囲でいいので前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。はい、では手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらってもいいですか。そうです。この時に痛みが出るとか突っ張る感じとかそういうのはいかがでしょうか。そうですね、先ほど首回した時ほどではなかったんですけれども、ちょっと後屈の時に若干ピリッとするかなという。腰とった時に首の方が痛み出るっていう形ですね。はい、そうですね。かしこまりました。では今からね、早速施術していきますので横のベッドに移動お願いします。はい、左向きます。楽にしてそのままダーッと右向きましょうか。で一旦肩の力ダラーンと楽にして、じゃあ一度座っていただいてもいいですか。はい、足を伸ばしたままお座りください。ゆっくり胸を張ってもらって後ろにもたれてきてもらってもいいですか。で顎を引いて下向きましょうか。で首の後ろ、ここで両手を組んでいただいて指と指をしっかりと結びます。で下向きましょうか。脇を取って、ここからもう一度胸を張ります。でゆっくり持たれて顎を引きましょう。下向いてもう一度脇を閉じてもらって持たれます。で背中丸めましょう。一旦肩の力を押すと、もう一回背中丸めてから持たれてきてください。もう少し持たれて、はい、OK です。で手を下ろしてもらって、下向いたまま楽にしていてください。これで軽く首、さっきと同じように回してみてもらってもいいですか。はい、ゆっくり見て、今動かしてみた感じはいかがでしょうか。そうですね、先ほどみたいな痛みみたいなものはだいぶ弱くなったなと思います。下向き上向きをやってみてもらってもいいですか。下向きと上向き、はい、どんな感じでしょうか。あ、上下は全然何も感じないですね。あ、 OK、 そうです。左足を曲げておいてもらって両手を払います。肘曲げ、
て、お尻少し前に行きましょうか。お腹の力を抜いて、そのままゆっくり倒します。でもう一度大きく息を吸って、はい、吐きましょう。今度逆向きでお願いします。お尻周りもう少し前に行きましょうか。もうちょいだけ、はい、OK です。右足曲げておいてもらって、両手をもらいます。ちょっと引っ張りますよ。両肘曲げたままで、左足伸ばしましょうか。ゆっくり倒していきます。お腹の力抜いて、そのままですね。やったら。じゃ大きく息を吸って、はい、吐きます。ふう。じゃ上向きで寝ていただいてもいいですか。足伸ばしたままで楽にしておいてください。ちょっと骨盤周りを押していきます。左手をもらいます。手を上げてから腕の力だらーんと楽にしておいてください。ゆっくりもたれましょう。手を後ろに回しておいてもらって、ゆっくり後ろにもたれます。今度逆向きでお願いします。今度右手をもらいます。腕の力だらーんと楽にしておいてもらって、また大きく息を吸って、はい、吐きましょう。右手後ろに回しておいてもらって、もう少し背中の方にゆっくりともたれます。右回り失礼しますね。
はいですよ、ゆっくりと起き上がってください。全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正は大丈夫でしたか？あ、はい、大丈夫でした。よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、また首からゆっくりでいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、逆回してみてもらって、今首を動かしてみた感じはいかがでしょうか？そうですね、まあ、かなり改善してすごく重いのが取れたような気がします。OK です、 OK です。じゃあ今度は横向きになっていただいて、はい、また下向き上向きってやってみてもらっていいですか？下向く上向くはいかがでしょうか？あ、もう全く何も感じなかったです。あ、よかったよかった。じゃあ今度肩幅足開いていただいて、あ、横向きでできる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈をお願いします。手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらってもいいですか？今、腰はどうでしょう？動かした感じは。すごく軽いです。反った時は首痛くなったりはしないですか？そうですね、大丈夫です。OK、そうです。今日施術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか？あ、そうですね、すごい体が軽くなったような気がして、特にこの首のところが軽くなった気がしますし、うんうん、あとちょっと目が楽というか視界が開けるような、あ、そんな気がします。鼻と目かな、うんうん、はい、よかったということです。あとねじがえたところでいうと、あと何割ぐらい感覚的には症状残ってるような感じってありますか？あと3割ぐらい。あと3割ぐらい。かしこまりました。じゃあ今日は一旦ね、ここまでにしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。お世話になりました。